先月県内を襲った豪雨の被災者を支援するため日本タバコ産業佐賀支社が県に義援金を送りました。義援金を送ったのは日本タバコ産業佐賀支社です。この日は米倉健支社長などが県庁を訪れ100万円の目録を手渡しました。佐賀支社は2017年の九州北部豪雨をきっかけに県が始めた環境保全活動にも参加しています。タバコの生産者さんが多い唐津地域で3名の方が亡くなられたということと、あとはさまざまな財産が失われたということで、我々としてなんとか少しでも復興にお役立ちいただければなという思いで、今回義援金を贈呈するに至りました。義援金は今月17日までに県と日本赤十字社県支部社会福祉法人県共同募金会に合わせて1970万円余りが寄せられています。義援金の受付期間は来月19日までで、県庁1階の受付にも募金箱が設置されています。